んか人が増えた。お前らハマってろ。そこにハマってろ。よし。パッ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 。素材をしまおう。とりあえずお前と話すか。やっとたどり着きました、この光の柱に。綺麗な建物にたくさんの人、これが噂に聞いた町というものでしょうか。この町はまさかまさかあなたがお作りになったのですか。おおおおおお、ということはあなたはあの伝説のビルダーなのですね。おおお、これはなんという感動、なんという興奮だ。なるほど、ここは巨大なゴーレムを守り神として栄えたメルキドの跡地なのですね。私の名前はショーター。途方もなく長い間歩き続けてきた旅のものです。何の取り柄もありませんが、各地で見聞きしたお話をお伝えできると思います。いつの日かお役に立つ情報をお教えできる日も来るでしょう。お願いします、どうか今日から私もここに住まわせてください。ショーターが拠点の仲間に加わった。ピロリーン。ちょっと待って、これ扉がさ扉、あ、そう、扉増えてくんだ。参ったな。扉一個だと思ってそこに置いといて、ちょ、これ将来また増えていく感じあるね、これね。増えてくんじゃない、これ。ちょっとそんな感じあるね。やっぱこう隣に一応仮にね、隣に置いておこうかなみたいな。新たな場所への扉が開いた。でかしたぞ。なかなかだな、素晴らしいでございます。これはすごい。はい、じゃあまたよ。はい、つって雲の子散らすようにち消えていく。はい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 ね。パッと見分かりづらいな。まこっちが赤ね。はい、了解でーす。じゃあ聞いていきますか、依頼を。あ、ここさ、せっかくだからさ、あ、しくった。こっちも階段にしようか。あ、1個多かったな、取るの。これ全部階段にしようか。まあ多分みんながするであろうリフォームを俺今しようとしている感じだな。階段、ここに、これでいいや。 OK で、そうだな、ピリンちゃんのお願いを聞こう。ピリンちゃん、すごいね、ソメヤ、また新しい場所に行けるようになったんだ。ところでソメヤ、私この頃料理に凝ってるの。最近は新しい料理を開発したくってうずうずしてるんだ。私が考えたのは、
キメラのくちばしにバッタとモモンガキを入れて、青い油と土で煮込んだ料理なんだけど、ロッシーに話したらそんなの食べたら死ぬっていうの。だから姉さめや、素敵な料理を考えて私に作ってくれない？ソメヤはロロンドやみんなの依頼で忙しいと思うし、気が向いたらでいいからね。お肉と小麦でなんとかって言ってるね。これは新しい土地へ行って新しい素材を手に入れることでひらめくのかな。まあそんな感じだね。じゃあロロンドも話聞いとくわ。ソメヤよ、素晴らしいぞ。新たな旅の扉を手にしたのだな。実はな、ソメヤ、新しく町に来た旅の者ショーターから以前話した伝説の鍛冶屋雪の符の子孫とされる男の居場所を聞いたんだ。新しい旅の扉をくぐればその男がいる場所にたどり着けるかもしれん。町に鍛冶屋がいればより強い武器や町を守る装備も作り出すことができるであろう。ソミヤ、新しく手に入れた旅の扉をくぐり、その男を探してきてくれ。コンパスに目的地が表示された。おい、んだば行ってくっかよ。あ、旅立つくとまたアイテム増えちゃうからいいや。これどんな感じ？あ、縦に長えな。石も欲しいからな。よし、これ砂？うわ、初めての砂を手に入れた。ガラスをひらめいた。なに？ガラス、素材、割れやすいが透き通った塊。やべえ、やべえ敵が来た、やべえ敵が来た。何も出さないんかーい。なんか出してくれよー。はあ、って言って別にそんな。でもガラスを作る砂が必要ってことでしょ。ねえ、ララ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 。あー、もう99個は最低ないと話になりませんでしょう。また来た。あ、ピュピュピュ。しかしこれでレベルは上がらない。悲しいかな。お前上乗んなよ。お前乗せるためにの作ったくじゃねえし。あ、で、台座作った意味なしみたいな。
行こう。あいてー。 Oh my gosh。 速攻逃げる。やべやべ、超やべ。寝る。暗い闇の中に光が見える。どうやら夢を見ているらしい。彼女といつまでもこうして一緒にいたい。こんな僕の気持ちも魔物たちに踏みにじめられる日が来るのでしょうか。ああ、でもきっとあなたなら竜王を倒してくれる。僕はそう信じています。彼と一緒にいると世界を闇が覆うなんて嫌なことも忘れられるわ。でもそれは嘘。世界が滅べば私たちの愛も終わってしまうって彼がそう言うんです。だけどきっとあなたなら何とかしてくれる。だってあなたは伝説の勇者の子孫ですもの。闇の竜、翼広げるとき、ロトの血を引く者、来たりて闇を照らす、光とならん。これ、僕の祖父の口癖なんです。おお、神よ、古き言い伝えの勇者となりえし者に光あれ。遠い記憶のようだ。しかし自分自身の記憶なのか、他の誰かの記憶なのか、よくわからない。ほやさ、なんか書くって書くんだっけ。誰の部屋にしますか。え、あ、そういうことか。あれ、もしかして宿屋は書かなくてもいいよね。これ、うん、これ書かないよね。宿屋だもんだって。じゃあもう一回行ってくるね。結構厳しい旅だぜ。敵多いし。ちょっとやばったぜ。初めてのサボにサボテン、サボテン果汁、果肉。ピキーン。ここ見つかりやすいな。あれ、サボテン、なんだろう、サボテン小僧みたいなやつかな。サボテンと見せかけての、初めての砂の草っ切れ。もうダメ、敵がいっぱいいて集中して取れないじゃないか。曲だね。なんかやたら追いかけてくんだけど。人間、人間、今それどころじゃねえから。もうマジそれどころじゃねえから。勝て。初めての砂マーブル岩、素材いっぱいあるすの。初めてのマーブル岩、初めてだらけだわ。うわ、やべ。
届いていない。あ、もうアイテムパンパンじゃないか。でも全部向こうに飛んでいくからあんまり気にしなくていいか。素材を取りてえよ。アルミラージュを倒したい。やつは素材を持っているに、お、違いない。水の中に、あ、ここ浅瀬なのか。うへー、なんか手に入れたけど、なんだかわかんねえ。あ、やっべ、やっべぞ、死ぬぞこれ。おお、初めての生肉、うさぎステーキ、ひらめいた。食材うさぎの肉を炭火でじっくり焼いた料理。満腹度が一マス回復、一定時間攻撃力が上がる。素晴らしい。あっ、やべえのがいる。鍋、生肉、ちょっと体力やべえな。回復薬を持ってくるべきだったな。これはやばいんだけど、道的にはこっちじゃねえのか。おい、めっちゃでけえ。そう、そうなのか。ノーマルサイズかと思ったら違ったんだ。その上を行くサイズのゴーレムか。うへー、あんなん勝てるわけないっしょや。水の中いけるかい。ウィーウィーウィー、やべ、味方今どこって言わなかった。おうおうおう、やべえぞ、夜来たぞ。これ夜やべえぞ。初めての鉄、鉄のインゴットをひらめいた。素材、複数の鉄を加工して塊にしたもの。もう掘るしかねえべ。落ちたった。はい、はあ、
食らえた。オブジェクトブレイカー、トロフィーゲットしました。さあ、あれ、これ、これ銀じゃねえか。違う？しまった、ちょっと夢中になってやりすぎてしまった。サボテン、サボテン、やべ、落っこちゃった。クエストの方向はこっちだが、しかしだよ、砂と鉄、あとこのマーブル、マーブル、あんまり言うほど素材取れてないっていうね。やべえ、あ、よく開けた、ラッキー。ドゥッ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 、何かあるかと思って穴開けてみたけど何もなかった。鉱石がいっぱいありますぞ。おりゃー、大木槌が壊れてしまった。これ目的果たす前に木槌なくなって何もできんくだろうな。よし、クエストの方向へ進んでみよう。あ、石は欲しいな。石材、あとこの草、あれは太い木なのかな、枝なのかな。白い花、おっと、ちょっと待って。
わ、キメラがいるわ。ただのキメラなかな、あれ。あ、ピンクの鉱石発見しちゃった。これはもう、あ、これなんかあるな。また書物かなんかあるんじゃないの。あれ違う、ない。このピンクの色は初めて見るから、これも欲しいでしょう。さあ、ピンクなんだこれ。あれあれ、初めての赤い宝石。宝石いただき。そしてまた夢中になっちゃうっていうね。でだよ。で、下かな。もう体力回復がないから。あの真ん中の建物気になるね。あら、魔物が入ってきちゃったよ。土、マーブル岩。これはさ、何？あ、なんでもなかった。あ、でも鉱石かな、これ。あ、違うわ。なんでもないわ。なんでもないわ。なんでもない岩だわ。こっちだよって書いてある。この建物気になるよね。ほら、中入れるようになってるんだ。ピリンだ。ソメヤ、こんなところで何をしているの。へえ、ロロンドに言われて鍛冶屋を探してるんだ。相変わらずあのヒエオヤジに馬車馬のように働かされているんだね。え、ピリンこそここで何をしているんだって。ふふ、ねえねえソメヤ、あんなヒゲの使いパシリはやめて、私と一緒に逃げちゃわない。実はね、私、あの町の人たちが邪魔で邪魔で仕方がないの。ソメヤ、私と一緒に逃げよう。私と二人っきりで暮らそうよ。地獄の底でブラーノー。No! No! No way! No way! What the? What the? あいって、あいって。あ、そういう動きすんのか。しくじったぜ。ソメヤよ、まだ倒れる時ではありません。さあ、目を開けなさい。死んでもうた。まあ何が原因で体力回復薬が少なかったことだよね。あ、これ以上しまうことができない。